サンフランシスコで行われた2007年秋のインテルデベロッパーフォーラムインテルデベロッパーフォーラムはかつてインテルが主催していた技術発表会1997年に初めて開催された当初は毎年春と秋に開催されていたが後に年数回の不定期開催となった内容は自社製品やインテル製品を使った製品に関する発表がメインだったが それ以外にもメモリシリアルバス等コンピュータ業界で必要とされる技術の標準化動向などを幅広く扱っていたため、コンピュータ業界では最新の技術トレンドを知ることができる一大イベントとして認識されていた。中国の重要性が増したため、2007年春の IDF はサンフランシスコではなく北京市で開催され、 秋の IDF はサンフランシスコと台北市の開催となった。2008年のサンフランシスコでの開催は8月であったが2009年は再び9月に戻された。それ以前はサンフランシスコをはじめとしてムンバイ、モスクワ、カイロ、サンパウロ、東京といった世界中の大都市で開催されていた。2017年は当初8月に サンフランシスコでの開催を予定していたが、同年4月17日に同イベントのキャンセル、並びに今後 IDF を開催しない方針が明らかにされた。ありがとうございます。